スパイクチャンネル。暑くても鍋は美味しいぞ。オリジナル鍋を作ろう。はい、もう梅雨入りしようとねしてますけれども。はい、もう暑くて、はい、今日長袖がもうすごいもう まくっちゃうぐらい暑くて。はい、でも鍋ってね、はい、一年中いつ食べたって美味しいもんは美味しいですから、ね、暑い時に暑いもの食べるのもすごくやっぱ体にもきっといいことだとは思います。はい、なんて言ったって今日オリジナル鍋に挑戦ですから、はい、これでもう神的な鍋が爆誕爆誕、あ、こっち爆誕爆誕になりますすることになるかも、はい、ということで皆さんでも作ったことがないものを作りますので、はい、よろしくお願いします。今のところね、参考にしてねともまだ言えないですけどね。出来上がりを最後まで見てください。飛ばすのはダメだよ。松浦のオリジナル鍋からいきたいと思います。私が作ろうとしているのはスイートチリソース鍋です。何それすごい、あとこんなにさ、カラーゴム手袋似合う似合います。いや、服装ともうめちゃくちゃマッチしてんだけどやっぱ私、色が似合うんですよね、なんでも。なんか80年代のアイドルのファッなんかでも本当そうじゃない、なんかウインクさんとかさ、あ、そう、ほらほら似合うじゃん。ハローウェーデンデンデンハローウェーデン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 。さあ、ということでスイートチリソース鍋なんですけれどもスイートチリソース鍋、はい、ネットとかで調べて、正直スイートチリソース鍋っていうのもうレシピ上がってます。でも、はい、そこ何がオリジナルかっていうと、そのネットに上がってるのは結局つけられるのがスイートチリソースだったりとか、あとその鍋にこう結局大さじ2ぐらい入れて、だから隠し味程度にしか使ってないんですよ、今ネットに上がってるスイートチリソース鍋っていうのは。はい、私は違います。もうこれをね、もうほぼ使うぞっていう感じ。やってみましょうか。じゃあまず生姜、はい、ですね。はい、そうですこんなに座りっぱなアシスタントいないですよ。こんなちょっと私もお手伝いしたいんですけど、見学するだけのアシスタントみたいな。なんてたってこのご時世、まあね、生姜ね、女性には絶対大事ですよ。生姜は冷え対策とか、夏だって冷えますからね。そうです、冷房で冷えるんですよね、先生。そうです、はい、もうこんぐらい使っちゃいますよ。おお、はい、見たことない包丁これは、あ、すごい、これもこうですね、はい、かわいらしい、なんかも赤い。喋りながらこう料理できるっていうのもいいですね、先生。そうですよ、やっぱやってらっしゃるんですか。何をですか。自炊です。まあ自分で自分を満足させる程度のね、哀愁がだから人を喜ばせるような薄いじゃないよってこと、うん、自分で自分を満足させる程度のことですよ。人にこう食べさすとかもあまりない。結構ザクザクいきます。もうそうです、もう大ぶりでいいです、もう細かくじゃないですか。そしたらですね、もうね、はい、水からもうやりたいんで、もう生姜をもうこのままね、はい、ここに入れちゃいますね、はい、そしてですね、長ネギちゃんですね。長ネギちゃん、こちら先生何本ほど、これとりあえず1本でいいんですけど、はい、あ、洗っていいですか。来るまで一回待ちましょう。じゃ、長ネギが来るまで待つ時間、長ネギが来るまで待つ時間、私のネギを待つの、長ネギを待つの、待っとくいいよ、だってあなたが帰ってくるのを5年待っているから。悲しい女性の歌でした5年待っている5年待っている女性の歌でした。だから長ネギ待つのは得意です。長ネギなんてすぐ来るから、すぐ来ます。だってなんてだって私5年待って待ってます。このね、よく言うね、この青い部分だけね、まあ臭み取りだとかなんだとかっていう、まあちょっと真似事のような感じではありますけども、真似事やらせてもらいます。このまま、あ、まあでもいっか、煮るからね、こういっちゃいます。で、はい、もう水です。で、私今日実は締めで、うん、もうね、締めに全部吸わせたいんですよ。へー、だからあんまり
もう水をね、そんな多く入れたくないの。どんぐらいにしようかな。めちゃくちゃ口調がなんか料理家の人やっぱレミさんっぽさはちょっとこれさ、これさ、腸のそばで入れちゃうので、ねえやね、これごと言っちゃうので、あんまり入れたくないの私は。だからね、これでいいんだよね、レベルでいいの。これ何ミリ、あの、このぐらい、このぐらいしか残さないのマジせっかちだしね、私。そうですよね。でもね、沸かしちゃっていいんですよ、はい、水からなんでね。はい、そしたらですね、皆さん遅ればせながら他の出演者紹介したいと思います。はい、はい、お願いします、こちらですね、はい、冷凍シーフードミックス、イカとエビとアサリが入ってますけどもね、はい、はい、こちらと、もう一人暮らしの味方ですね、ニラもやしミックス、この野菜炒めみたいなね、はい、味付けはもうこのウェイパーとスイートチリでいこうと思ってますんで、はい、これが沸いたらですね、もう具材を入れちゃって味付けしてもう終わりです。早い、はい、先生、はい、とっても早いですね。めちゃくちゃ早いですよ。主婦の方もお忙しいお時間の合間にパパッと作れちゃうってことですね。いや、そうですよ。だって今さ、私ネギと生姜しかさ切ってない、切ってないんだよ。あー、うわー、主婦の味方してる。さあ、お鍋のまだ沸いてないですか。いかがですか先生。静かですね。あー、はい、まだ静かです。あ、どうしました。かゆいとこが出てきましたね、はい、少しこのマスクをね、こう上げたいなっていう感じですけど。あ、あんちゃんバカ野郎、あんちゃんよ、浅草でよ、あの、面白くはない時間が続いてます楽しそうではあるけど、面白くはない時間が続いてますはい、でもそういうもんですからね。だって料理で楽しませるんだ。そう、今日おしゃべりじゃないんだよ、料理の味で楽しませるんだ。あ、ネギも入れるんですね。まあ、入れちゃいましょう。ネギって本当にね、もう万能すぎてね、困っちゃうんですよね。あ、ほら、なんかおネギがいい色になってきて、これはもうね、入れちゃいますよ、もうバーッと。あ、ほら、いい感じに沸いてきた、沸いてきた。全部入れちゃうんですね。全部入れちゃいます。すごい、本当にすごく、この横からの絵がすごくいいんですけど、本当に料理教室の先生、お上品でしょ、なんかね、うん、無添加なものだけを教える人っていう感じじゃない、うん、無駄な調味料なしみたいなね。沸いてきました。これはちょっとアク的なものは取った方がいいかな。こういうのもさ、でもアクなのかって話だよね。何がアクで何がアクじゃないのかってことなんだよ。でも一応取っとくか。なんか匂いが変わったぞ、うん、シーフードのね、匂いが混ざってきましたね、うん、カップラーメンの匂いする。カップラーメンね。さあ、こちらを入れたいと思いますよ。はい、これなんかもうすぐですからね。もやもやしミックス、火を通しちゃいますから、すぐ。いい匂い、チャッチャッチャッと、チャッチャッチャッ。お鍋の中に行くのよ。もやし、俺はもやしだぜ。私ちょっと追いかけるよ。私はニラよ。僕はまだまだ入りたいよ。あ、もやしだ、もやしだ私も入れてよ。誰、私も入れて、ニラよ。あ、ニラだ私のこと忘れないでよね。人参、私が彩りを出すんだから。人参だ結構ね、子供にはね、泣かれます、これ喜ぶかなと思うでしょ。お子さんって怖いんだって、こうやって全力であやしてくる人親ってそんなになんかさ、私全力でやっちゃうからね。これネギもまあ入れちゃうか切ったやつをね。これはすごいことになるぞとんでもないよ。楽しみだ。すぐそこに美味しいタイ料理屋さんがあるんですけどね、そこにこれ成功したら教えに行きますよこんな新しいタイ料理っぽい鍋できましたよね。なんかは言ってくれないと困っちゃうよ。すいませんじゃあ行きますよ、いよいよ皆さん
天目せよ、刮目せよって感じ。これをどうなるの、とりあえずね、あーこれ、あー何こんな風にしか出ないんだ、困っちゃうよな、これもう私が勝ちだっていうのにさ、やばいもうもっとダダダダって、あ、出てきた出てきたぞ。これをもうね、一応お玉に入れるんですね。どんぐらいか分かるように、もっといっとくか。とりあえず半分いっちゃうよ。でも美味しそう、なんか見たこと、うわーきれい、なに、あ、でもほら全然薄くなっちゃうわ、うん、確かに、もう9割入れちゃいますよ、もう。締め用にもね、一応ちょっと取っときたいから、一回ちょっとこんぐらい入れて、はい、ウェイカー行ってみましょう。はい、ほらスプーン、私初めてね、ウェイパー使いますわ。こんななんですね、粉だと思いました。はい、こんぐらい入れとくか、うん、じゃーん、これね、めちゃくちゃもう成功した気がするわ。なんかいい匂いする、うん、ほんとタイ料理っぽい匂いする、生姜とスイートチリの匂い。ウェイパー溶けたかな、どうだろうね。ウェイパーを探せ、てーん、てれてってってーん、さあ始まりました、ウェイパーを探せー、てん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 、さあ先生はウェイパーを見つけることができるのでしょうか。先生どうでしょうか、そちらの具合は。お母さん、ウェイパーがあります、ということはいいんかい。あ、溶けたって、そうです、受定音でうなずくのだけやめてもらっていいですか。ズンみたいな、ものすごい重低音でうなずくのだけなんか悲しくなるんで、やめてもらっていいですか。いらない優しさもありますよね。入れますね、スイートチリソース鍋爆裂に誕生。豆乳を投入。あーくー、やべー、これは